こんにちは、ついみーです。今回は地下鉄桜通り線吹上駅から徒歩8分ぐらいのところにあるキッチン大見さんに行ってきました。お店の中はこんな感じ。ほっとするような落ち着いた雰囲気で素敵です。メニューはこちら。洋食屋さんならではの優勝が約束された定食メニューたちがずらり。気になる定食メニューもあるけど、エビフライも食べたい場合は1本単位で定食や軽食にプラスできます。魅惑的すぎるメンズの軽食、すべてのメニューにサラダがつくのが嬉しいですね。一品料理はどのメニューもプラス350円で定食にできるそうです。そして今回食べるのはエビフライ定食でもなく、ジャンボエビフライ定食でもなく、そう、ジャンボエビフライ定食です。エビフライの最上級に挑みます。の前にサラダ、いただきます。大見さんのサラダってレトロな感じでなんか好きなんですよね。カニカマが入ったポテサラは無限に食べられる美味しさです。そしてやってきました。天然エビ全長30センチ、ジャンボエビフライ定食、でかい。ご飯も多い。ではいただきます。まず見て、このタルタルソースの大洪水。熱いので気をつけて。こいつステータス大きさだけに全振りしていそうなエビですが、味や食感にも本気を出していて衝撃の美味しさです。もうね、弾力がすごい。衣サクサク。すかさずご飯美味しい。でも少なめでって伝えないと大盛りが来るので注意。そして鉄板の上がね、もうフェスティバルなんですよ。ポテトほんと美味しかった。わかめや油揚げが入ったお味噌汁。洋食屋さんのお味噌汁ってなんか美味しいんですよね。そしてこいつよ。この洋食の付け合わせのエリートスパゲッティ。このね、ちょっと焦げたのが美味しいんですよ。そして追いポテト。見て萌え断、でかい。ジャンボが気になるけど完食する自信がない方におすすめなのが、全長約25センチのジャンボエビフライ定食です。見た目のインパクトも食べ応えも十分ありますよ。いや、この頭側の大きさがね、ラスボスなんですよ。まあ私が勝つんですけどね。そしてあっという間にエビフライ2本目突入です。もうなんか不思議とね、もう手が止まらないんですよね。美味しいから。はい、ギルティータイムです。いやらしいね。見てこれ。いや、たまりませんな。こっちもたまらんのですけど、鉄板の上でこのね、ガチガチになったスパゲティを。美味しい。まだまだ熱いエビフライ。こんだけ食べてもエビフライがね、まだ残ってるのが最高なんですよ。やっぱりこれだけメインのボリュームがすごいとね、脇役のポテンシャルが光るんですよ。本当に美味しい。このね、いろんな味が染みたポテト、めちゃくちゃ美味しいです。目玉焼き。またあっという間にラスボス2人目。でかい。口が大きくてよかった。おいしい。このね、
ポテトにタルタルソースつけるの天才ではって思ったんですけど、多分これ100万人ぐらいやってますね、すでに。ギラギラのタルタルソースをエビフライにかき集めて、最後の一口、もう最後まで美味しい。この最後の一口を噛みしめている間に思っていたのはね、次に伺った時は絶対ハンバーグとオムライスも食べたいなってこと。もう絶対美味しいでしょ。はい、ご飯も食べて、お味噌汁も飲んで、ジャンボジャンボエビフライ定食完食です。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。大海さん本当におすすめです。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。